はい、またコメリで、9センチの角材3メーター8本買いました。上手に包まないと開きません。コンストラクションサイトに着きました。今日は2月10日です。で、時間が11時11分です。気温は5度です。木を買ってきました。今日はどこまでできるか分かりませんが、安全第一でやっていきたいと思います。ただいまの時刻は11時半です。今からそのロフトの壁を建てたいと思います。
とお茶を作ってこのペットボトルに入れてきました。はい、いただきます。食べてるとこ映してもしょうがないから消します。ちなみに家の中からの風景はこんな感じです。ご飯はこんな感じです。こうピクチャーフレームになっております。ここは後でジップロックでカバーします。ここから階段になってこの上に窓があります。こんだけこの大きな面積がから光が入るように考えました。お風呂はまだできてません。誰かこれ得意な人がいたら手伝ってください。このポテトに、海苔をまぶすという発想は欧米にはないと思います。これ本当海苔の粉をと塩かけたらほんまポテト美味しい、やってみてください。ただいまの時刻は12時40分です。食事が終わったのでまた作業再開したいと思います。この屋根は天井はもうこれで仕上がりです。このちょっとこの白い色をちゃんと塗り直します。これで仕上がりです。コンパネの塗装をそのまま使っております。ロフトの図面でここはなかなかこう日当たりの絵感じです。まあもちろん今これが空いてるからかも分かりませんけどはい、階段次はしごを登っていきます。自分を落とそう。はい、よいしょ。よいしょ。よいしょ。で、これがロフトの全貌です。ここから階段で下に降ります。窓が一つあります。こっちが南向きです。周りの風景はこんな感じです。Thank you.
140センチのロフトができました。
早いですが、疲れたからもう帰ります、ブルーシートをかけました。こんな感じです。こんな感じです。はい。 Thank you for watching.